どうもなおちんです。さあ今日もファイアーエンブレム無双をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は主人公のレベルがマックスなりました。これですね、レベル 120HP が 12000、 力から魅力まで全てカンストの120となっております。でさらにジョブ全部、カンストさせました。全部覚えましたね。スキルを全部覚えております。この状態で一番難しいクエストのルナティッククリアしてみましょう。ジョブはアスラ、そしてつけてるスキルはこれです。作られし者、剣術3、間合いの達人、二刀流の戦闘術、闇討ち、威圧、剣の頂き、奥義の達人、破天荒、クリティカルですね。破天荒を入れておりますので、HP が徐々に減っていきます。まあ、これぐらいしないとちょっとダメージがね、入らないんですよ。いきます。おかしいな。では、いきましょう。これ最初から結構、気を引き締めておかないと、やられてしまいますので、気を引き締めていきます。んで、HP はね 25% まで減り続けます。なのでまあまあうまいこと回復を入れながらいきますね。でね、あの 25% 以上減ると連撃か、あれの攻撃力が上がるっていうスキルがあるんですけども、あんまりねダメージはそこまで増えない気がして入れてないんですよね。多分あれ入れてる人多いかもしれないですけども、俺はそこまでね旨味を感じなかったんですよね。あれ意外といいのかな、何回か使えばちょっと良さが分かるのかもしれないですけど、今のところねあんまり良さが感じられてないんですよね。 OK、 足もうちょっといきます。まあまあ最初のこの3人なんかは、最後のローレンツがちょっとね HP 高めで嫌なんですけども、あとはなんてことないでしょう。あべえ、闇魔法は絶対食らわないようにしないとね、攻撃速度がもう本当にガタ落ちするんで、はい、大嫌いです。ローレンツはねこの弱点ではあるんだよな。だから職業を変えていけばまあいいんでしょうけども、それだったら他のやつがねダメになるんで。半分になりました。 HP 半分、あぶねー。連撃で倒せるかな、いけるか。あ、倒した。 OK、 回復が出てきてくれれば嬉しいけど、まあ出ないよね。このね、HP がね、徐々に減るけども、攻撃力が大アップ。これがないと、やっぱここまで速くないもんね。これでも結構速い方だとは思いますけどね。あれ？ルグは結構ね、攻撃力高いから、注意なんだよな。ナイス。いけ。いない？あ、もう一人どこ行った？まあいいか、まあいいや。あぶな、よし、いたいたいた。メルセデスそこにいたのか。メルセはそんな防御力ないんで倒せてはないね。でもこれで終わらせる。一生終わり。硬いな相変わらず。この先行くと多分敵がもう少しいるので、こいつらもついでにっていうことでいいか。全然減らせない。一応ね後ろを狙ってはいるのよ、うん、後ろから攻撃すると攻撃力アップっていうやつは入れてるんですけども、それでも全然減らない。 OK、倒した？オッケー。次、あーいいか、モニカ行っちゃえ。一回必殺技使っときます。
倒せないけどね、倒せはしないけどさ。いけ、これこのままいけるわ、いこう。いやきついか、あ、オッケー、倒した倒した、モニカ倒した。ちょっとヒルダきついからイグナスからいきます。オッケー、いけるよ、倒した。おいおい、2人ともいるんかい。ヒューベルトが結構攻撃防御力がないんで早めに倒しておきたいけど、ヒルダの方が HP 減ってるからね。ちょっと待って、ちゃんと2人が見えるところで戦わせて。怖い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 、回復薬が全く出ない、うん、ミスったミスった、無双使っちゃった、やばいね。ここで無双2つ使っちゃったでしょう、これはまずい。あ、回復あった、嬉しいね。でもこれぐらいか、無双がこれぐらいっていうのはちょっときついね。そうね、これ敵 HP を若干減らしちゃったりするとあれなんだよね、全員がちょっとパワーアップしちゃうので、もうまとめていきます。うん、いつも通り行こうか。1体ずつ戦おうと思うと、まあ、1体倒したにしても残り2体がねものすごい強くなるのよね。なので3体同時に戦うのがここはいいかと思います。うん、あー減ったね。うん、ワンパンされそうだからなんか一回回復するかね、一回回復しておきましょう。ミスった、俺またボタンをボタンを押してるつもりはないんだけど、なんか押してるんだよな、バカ野郎か。 OK、 ちょっと待って、全員いっぺんに戦いたいんだって、もうちょっと広いところでね。ディミトリが一番きついからあいつをなんとか最初に行きたいところ。ああ振った、こうなるときつい、まあ、でも行きましょう。おい、減る減る減る、ちょっとやっぱ無双をミスったのが痛いわ。レベルマックスじゃない時にはね、一度じゃないな、もう一回勝ってるんだけど、もうおっぶね、危ない、何度かやり直したもんね、3回ぐらいやり直したかな。やっぱりここでねやられちゃうのよ。 OK、 とりあえず2人倒しときたい。うお、減る、あっぶね、減る減る、無双たまった、とにかくどんどんいって、いくぞ、奮起しやがった、ついぞ、こうなるとそろそろ一体倒せるか、まだか。スーパーマンみたいなのも突き出すしね。ちょっと待って、クロードまず行きたいな、とりあえず一体倒しておきたい、クロードをまず倒しておきたいんだ。最後の最後勝った、いけ、まだか、よっしゃ倒した、エデルガルド行きます。ディミトリのワンパンにはちょっと注意して、お、あー炎になった、まだか、硬すぎ問題、
よし、あとでディミトリだけ。あっぷり、あ、回復。1対1になるとまあまあまあまだマシ。しっかりと後ろを取っていきましょう。でも後ろ取ってもこのぐらいのダメージだからね、きついきつい。で一発もらうとがっつり減るんで、よしよし、しっかりチャージした攻撃とかはね、もう即死ダメージだから注意していきます。よし、もうちょい覚醒するか。覚醒でいきます。減らせないね、最後の最後が。あぶね、覚醒ちょっと死なないんだけどね、一応注意はしながら行こうか。あ、でも回復薬あと1あるからもう押せ押せで行きましょう。でも全然減らせない、全然減らせない。でくっそ、 OK。 で覚醒無双ここで1回いけるやろ。 OK、 死なないよね。おいおいおい、これはひどい。どうだ、まだか。よっしゃー、さすがだったな。クリアタイム11分52秒、遅いな、遅いね。10分以内ぐらいでなんとかいけるように頑張りたいところですね。はい、ということで今日はレベル120なりましたので、ルナティック行ってみました。一番難しいクエストだったけどもクリアはできましたね。まあ、もう少しスキル構成を考えていくと10分以内とかでもいけるようになるかもしれません。頑張ってみます。ではまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。